ちは、半和さんやでー。どもども半和貨物さんです。この前の大回りは、鉄道関連の動画だったのに、なぜ自分は呼ばれなかったんですか？あ、忘れてたー。一体なぁ、それで今回は何をするんですか？今回はなんと、カーブを走る電車を取りに行きます。なんか面白くなさそう。黙れ。あ、すいません。でも少し、日が傾いてますが大丈夫なんですか？まあ大丈夫っしょ。また今回もフラグが。さあ、天王寺まで連れてってくれる電車が来ましたよ。5000番台ですか？最近、5000番台しか来ないんだよなぁ。なんでかはわからんのやけど、できれば、2500番台に乗りたいんですけどね。早く阪和線か、2500番台だけにならないかなぁ。それはさすがに、バリエーションがなくなってしょうもないと思います。あんたしょうもないとか言うんや。てか、5000番台の後ろ2500番台やんやったぜ。はい、天王寺到着。これからどうするんですか？折り返して美少園、朝霞、モズ、つくの、大鳥の順に降りて、それぞれの駅でカーブを走る電車の写真を撮ります。5時前やのに間に合うんかな。とりあえず、乗り越し生産が面倒なので、ここで改札を出ちゃいます。そして入場します。もうほぼ5時ですけど、もうクライアントちゃいます。まあ大丈夫っしょ。では一駅だけですが、この電車に乗りましょう。ここのスペースで、美少園に到着するのを待ちます。戦国の動画でも、このスペース使ってましたよね。発車！外真っ暗じゃないですか。これちょっとやばくね？やっぱりフラグ回収しましたね。まだ諦めない。美少園駅に到着です。とりあえず降りましたが、暗すぎて写真撮れないなこれ。だろうなとしか言えないです。一応動画とか写真撮ってみます。はい、ダメ。もっとダメ。全然ダメ。なんで今推し編成来るんだよ。動画もダメですね。いるならいいのが撮れるんですがね。今日は諦めよう。堺市までこの普通に乗って、堺市から関空紀州寺快速に乗りましょう。杉本町に到着からの発車。もう本当は降りる駅やったのになぁ。次はもう少し早く出たいですね。やね。堺市駅に到着です。ここから関空紀州寺快速に乗り換えます。了解。車内が混んでいたので道中は撮りませんでしたとか言っておきながら撮り忘れてたんですよね。もうバレてたか。そりゃ坂和さんのことなんでね。乗ってきた電車を見送ってから帰りましょう。災難やったな。3時に出発したのが悪いんですけどね。日没する時間が遅くなったらまたリベンジしようか。その頃には撮る技術が上がってたらいいですね。せやね。なんかやり残した感はありますが、今回は以上。ご視聴ありがとうございました。ではまた。